相場価格たむおかしいよポルカの方が価値がないです。井筒さんってさ、はい、おしゃれよな。どうしたんですか急に。なんか鎌倉のね、マジな綺麗な靴履いてたし、なんか写ってた財布とかも結構綺麗だってイメージあって、なんか綺麗にまとまってるなって思ってるんですよ、俺か。なんかめちゃくちゃ隅々まで見てるんですね、おまるさん。女の子のファッション大好きだから見るの。おまるさんって、はい、あんまり私物とか見たことないんですけど、うんうん、なんか興味ある？本当に興味ある？いや、ありますよ、ありますよ。流れ的に言ってるだけじゃないよね。いや、まあ、ありますよ。興味ないじゃん、全然。ありますよ。ちょっと、バトりません？なんで？てるん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 てる。今回の企画は、バーサス私物ナンバーワン決定戦です。今回の動画ね、凝ってらっしゃったね。すごいね、こういうのもあるんだね。ルールは簡単、はい、例えばなんですけど、相手より綺麗なものみたいな感じでお題が出されますので、まあ、相手よりも勝てる自信のある私物を出していきます。お互いこう私物の説明をしていって勝ち負けを決めます。全5試合行い、勝った勝利ポイントの高い方が最終的に勝ちとなります。もうこれは私物助かる。今回は、はい、オマルポルカバーサススタッフ数人を含めた5つチームで勝負します。なんでこっちが不利なんだこれ。ちなみにですね、勝者にはご褒美用意してあります、はい、マジでやった、はい、触ってこいよやったら。それでは早速いきましょう。よっしゃー、いくぜ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 、はい、よっほー。第1試合、相手より高価なもの。はい、来ました。はい、それじゃあ、行きます。はい、せーの、マイク。指輪。こちら、なんとノイマンの U87i というマイクになっております。相場価格多分40万円くらいします。参考ホロライブの方々、KU100 をポン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 買われたりしますけれども、ポルカはね、配信用機材の方にね、注力を入れようと思って、いつも使うものに高いお金を注ぎました。なんとこちら、高音に強いマイクなので、ポルカの高音には刺さりすぎるから、温かみが出ないのではないかと、後から言われ、ちょっと、泣いてます。とりあえず、ポルカから、こちらのマイクを、お願いいたします。ありがとうございます。勝てないでしょ、これはさすがに。そうですね。指輪なので。指輪でさ、豪華なものってさ、もう新人社員っすよ。ちなみに何それ、何でできてんの。あ、でも10金です。 18K だったらもしかしたら分かっちゃったけど、 10K だったらこれはまあ勝てるっしゃ。え、いくらな。いや、これ2万ぐらいの。2万いくら。でもいいもん使ってんね。可愛いじゃん、なんか。じゃあこれは。はい、そうですね。これはちょっとよっしゃ、明らかでしたね。皆さんのご声援ありがとうございます。いや、さすがです。ただマイクいいですね。いや、なんなら一番高いものでポルデンってあげようと思ってたけど。それでは第2試合、第2試合打たせていただきます。おっしゃー、第2試合は相手より価値のないものです。難しい戦いだね、読み合いだね。そうですね。ではポルカから、こちらヘアゴムです。しかも子供がつけてそうな、あ、でかいハートがなんかついた、なんかこう家に落ちてたんで使ってます。はい、次こちら構成作家さんが、あ、出た、持ってきてくれました。もう違う人から来てる。おまるさんのタペストリーです。おかしいよ、価値ある。なんだと思ってんだ。おい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 、日頃の編集のしにくさとか、そういうなんか構成のしにくさをぶつけてきたのかい。今がとても幸せ言うとるけどね、これ大丈夫なん。これ全然もう幸せじゃないよ、ポルカ。これ幸せじゃない。いや、ポルカの方が価値がありますから。あ、価値がねえよ。え、ちょっと待って、ポルカ、ちょっと分かんない。あれ、ちょっと待って、え、でもこれ認めたら負けちゃう。あれあれあれ、え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 
ヘアゴムとオマルポルカタペストリー。さあどちらが価値がないでしょうかね。価値がない？え？ポルカの方が価値がないですけどね。あれなんかややこしい。分かんなくなっちゃった。ポルカのヘアゴムの方が価値がない。なんでこれを持ってきたの？ポルカのさあタペストリーサインも、あ、ポルカの価値だよ。ポルカの方が価値がないに決まってんだ。ヘアゴムの価値だ。審議入りますか？いや審議入りません。合成作家さん変わっちゃうのかな、これじゃ。あスパスパ。じゃあ第3試合第3試合はい、第3試合。相手より思い出の濃いもの。よし、来た。ポルカこのままじゃ勝っちゃうからさ、井筒さんから紹介お願いします。はい、じゃあ私の思い出の濃いものはお財布です。これはですね、使ってる歴としてはそんなにすごい長い、あ、まあそれでも3年ぐらいは使っていると思うんですけど、やめてください。あ、いい匂いするこの財布。やめてください。いい匂いした。え、じゃない、うん、はいはい、思い出が、はい。もともとは同じ色の財布を母親がですね、プレゼントしてくれたもので、一番最初に高価なものがお財布だったんですよ。でそれを結構長いこと大事に使ってたんですよ。使ってた。ただ悲しい出来事があり、紛失してしまい、私はその財布がすごい大事だったので、うん、その財布と似たものを探して5つそして選ばれたのがその財布です。泣けるやないか。いい思い出やん。まあ、トータルで考えればすごい長い期間思い出があって使ってます。はい、いいじゃん。じゃあポルカさんの思い出の濃いものは、はい、こちら、はい、ポルカの、はい、推しアイドルとの通所定期です。プライスです。これはね、まずっていうね、それアイドルが、あ、まあ前からね、あのソロでね、あの地下アイドルとして応援していたっていう子がいるんですけれども、そんな俺のツーショットチェキということで、アイドルの通称チェキですね、こちら。いやプライスです。一個も入ってこなかったですね。興味を持ってくれ、持ってポルカに。なるほど、これちょっとでも譲れないですね。お互いそりゃ思い出深いから譲れないよな。今回この第3試合結果はドローです。作家さん続投。思い出はね、甲乙つけがたいんですよ。じゃあ次に行きますか。行きましょう。では第4試合。相手より直して使った回数が多いもの。直して使ったっていうか、そのリピートをしてしまうんだよね、ついつい。あ、結局これに戻ってしまうみたいな。ポルカはモバイルバッテリーっていうのもお気に入りのものがあって、ポルカすんごいさ、ぐーたらしちゃうのね。スマートフォンとかも C タイプみたいなの、ライティングコネクタみたいなのがあって、うわー、両方のコードがないよーってあるじゃん。これはなんと両方のコードがある上で、さらにこのバッテリー自体を充電するときもコンセントに直でさせるっていう素晴らしい。もマネちゃんにいつもポルカさん充電足りてないですねって言われてる。ポルカはなんとこれを家に置き忘れるっていうところまでが全部オチなんですが、モバイルバッテリーなのに持ち歩かない、モバイルをされていない。なるほど。じゃあこちらはマネージャーさんが、お、そんなね、マネちゃんがね、はい、スターバックスのタンブラーです。あ、よく使ってるやつ。これ持ってくとスタバでね、それでこれに入れてもらって持って帰れるんだけど、はいね、洗ってるんやろな、多分。かわいいじゃん。エコだし、いいよね。環境にも優しいですね。環境にも優しいですね。これは可愛いっていうポイントで負けちゃいそうなんだけど、だって使った回数が多いものですよ。いやでも、愛用してるよ。だって愛用してるよ。だって結構さ、ほらほらほら、摩耗していくじゃんね。でも、可愛いからな。こっちかな、可愛いからな。季節ごとで絶対買ってると思うよ、これ。結局タンブラーなんて1個でいいのにさ。じゃあ第4試合はマネージャーさんの勝ちですかね。いないよ、こんな典型的に可愛い女の子。使います、井筒さん、タンブラー。使わないですね。それでは、よし、第5試合は相手より汚いもの。
勝ちたくないけど、勝ちたくないけど用意してきました。勝ちのないものとか汚いものとかいらないものなんてこの世にないからさ。井筒が持ってきた汚いものはこちら、定規です。汚っ、見ていただいて。何これ、汚い、触ってるじゃん、もうベタベタに。結構アナログなところあるんだね。井筒さんは、はい、筆箱をカバンに入れている。はい、入れてます。そっか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 。これがね、結構使うペンだけとか入れて持ち歩いちゃうから、なんか筆箱って可愛いよね。なんか小さいこう手帳みたいな。あー、手帳は持ってるわ、みんな。確かにそりゃそうだ。何を笑ってるんだお前ら。ボルカ、これが当たり前のことだろ。でも定規って何するの本当に。必要な時もありますよ、定規くらい。あれシフトでいいだろう。いや、アナログですよ。でも、ま、負けてませんよ。じゃあ見せてください。はい、これからの汚いものはカズーです。まずカズーの説明からさせていただきます。あのポルカがよく配信なので吹いているものなのですが、直接口をつけて吹きます。あとはお分かりでしょうか。はい、ダメじゃないよ。キッキッじゃない。真鍮の部分が変色していくんよ、多分。うちの方がちょっと汚いから。汚いですね。汚いですねって連呼すんな。やだな、やだな。サドンデスしようよね。汚いですね。何度も言うな。これは決まったんじゃないですか。いや、わからないよ、まだ。一応聞いてもらってもいいですか。まあそうですね、一応聞いてもワンチャンひっくり返る可能性はありますよ、これ。どう？結果出ました。よっしゃ。流れとしてはですね、出たいな。流れとしてはですね、もうちょい競っていく感じでやっていきたかった。まあいろいろ他にも用意しといて、はい、ですけれども、カズー圧勝です。ああもう色がやめて。ありがとうございます。第1試合から第5試合まで行って、引き分けが1回で、井筒勝利が1回、ポルカさんが3勝ということで、ポルカさんの勝ちです。ありがとうございます。ポルカ勝ったよ。価値のないものとかもやめろよ、ほんとふざけんな。総掛かりで叩くな、ポルカを。おいおいおいおーい、おいおいおいおーい。怖いなこの番組。恐怖を感じたよ、そろそろ。いや、一応これ最初にもお伝えしてたように、はい、まあ、ご褒美ありますので。おう、ポルカさんが勝ちましたので、はい、まあちょっとシンプルなんですけど、はい、井筒が何でもお願いを聞きます。マジ勝ってよかった。うわーい。あ、待って待って、今もうあるんだけどね、井筒へのお願いは。井筒が勝った場合でどうなってたの。これ八百長だったのでは。井筒信者のみんなごめんな、本当に。ポルカがこっちはお願いを聞いてもらうよ。やっぱりね、井筒さん着せ替え人形にしましょう。井筒コーディネート会やろう。やばい色とか選ばないでくださいね。ガチでやるから大丈夫、任せて。ガチのポルカのファッションセンスを見せて、はい、え、これ似合いますみたいな定例会を作るんだよ。なるほど、打算的。それでも気になります。よし、企画案通ったのこれ。何でも言うことを聞くんだぞ。聞きます。はい、じゃあかっこいい締めよろしく。かっこいい締め、はい、めっちゃかっこいいやつで頼むよ。じゃあお願いしますね。はい、3、2、1、9。次も絶対見てくれよな。助けて。